ここは奈良県の北東部に位置する山添村。大和高原と呼ばれる地域の一角にあり、村の約 65% が山林の農林業、特に大和茶を中心とした農山村です。天狗同士が喧嘩をして投げ合った岩だという伝説や、古代人が天の顔を地上に映したのだという俗説が残る鍋倉系。雪の鍋倉系を後にして、今日はお茶を煮出す際に使う竹製のカゴ、茶袋を作る職人の浦島さんを訪ねました。茶がゆのお茶を炊き出すときに、それに主に使ってました。87歳にもじきなります。森や山に関する優れた技術を持つ人に贈られる森の名手、名人に奈良県で唯一選ばれた浦島さん。戦争に負けて何もすることないということでこれを習いがみまして、それから12、13年やったかな。私もこんなん4年か5年ほど親方付きで仕事しておりましたんでね、見習いで直接習わずに自然に覚えました。一時これをやめて60年経ってやりかけてみたら、ちょっと初め戸惑うようやったけども、体が覚えてますんでね。やっぱり若い時に叩き込むったらおかしいけども、覚えたのをなかなか忘れませんと。踏み出したら大体見たら分かりますんでやれるんけども、これを作るのがやっぱりそのちょっと自分のコツっていうかね、これ口で言って分かるものと違いますんでね。とはいえ原材料になるいい竹の確保に苦労すると言います。竹のいいのはありませんのでね、どん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 その山が荒れてきますんで、手入れせんだらもう廃止台に生えてきます。そしたらもういいやつがもうどん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 枯れていきます。やっぱりこの細いのを仕上げて材料を作るまで1年ぐらいはかかりますから。完成です。残れば残してほしいとは思うけども、桜の咲く季節にまた会いたい。浦島さんの笑顔は丸みを帯びた茶袋のように、優しく豊かに私の日常を照らすようでした。ここに美しき日本があります。